それでは今週は、というか今回は、サッカー、サッカーだけではないな、政治家もおやりになった猪瀬直樹さんです。はい、僕は友人というのほど大好きも、かなり古いからの知人ではあります。よろしくお願いします。はい、もう鳥山さんとはだいぶ長いお付き合いで、長いお付き合いだと思いますが、そんなに深くお付き合いはしてませんけど、テレビ朝日のザ・スクープっていうのを僕呼ばれて、ああそうでしたね、スタジオに、はい、だからこう結構猪瀬さんのところは、あれ90年代僕行ったな、だから結構あれだね、もう20数年30年近く前だね、うん、そうね、うん、だから猪瀬さんのことは気にしながら、猪瀬さんもいろいろありましたから、それをずっと気にしながら僕も見てきましたけども、今度はいよいよね、これ言っていいのかどうか知らないけど、参議院にお出になるという、うん、名刺にも書いてありますから、うん、ね、参議院の、全国比例の立候補予定者ですから、予定者ですね、あくまでも予定者だけど、うん、はいはい、一つ聞きたいのは、なぜ日本維新の会のかっていうのが、うん、これはまあ、石原慎太郎さんのバトンを受け取ってね、うん、都政をおやりになったということからすると、うん、慎太郎さんと維新は関係ないよね、まあ、一応維新一回慎太郎さん維新で一緒にやったことあるんですよ。あるかちょっと、うん、だからまあ話せば長いけど簡単に言えば、うん、石原さんの、都知事の時に副知事で呼ばれたのが2007年なんですね、うん、2007年か、うん、それで5年5ヶ月副知事やりましたから、うん、その後都知事を1年やって、うん、その後ね実は都知事辞めてから2年後に、うん、2015年に大阪市大阪区の特別顧問やってるんですよ。ああ、誰に呼ばれたの？いやもう大阪のだから松井一郎や橋本から呼ばれて、あ今の維新のメンバーね、うん、それで大阪区大阪市の特別顧問で、もうそれも6年ぐらいやってるんですよ。おなるほど。でそれだから大阪都構想っていうのがあるから、ありましたね。でそれについての僕がいろんなアドバイスしたり、それからまあ東京都知事やれなかったこともあるからね、いろいろ改革をそこもちょっと提案したりとか、うん、いろいろやってて、結構そうじゃん、維新の会とはそういう深いつながりがあるわけね、うん、でもだから僕ら見たら突然今回ね維新の会から出るなんか日本の維新の会がね、うん、最近調子がいいからねそれに、うん、乗ったんじゃないかという感じに見えてるわけ ね、 なるね、だからそういうのはその誤解を払拭しとかないといけないけど、そうじゃないと、うん、もう結構長い付き合いがあったという、ね、それとね、まあ、僕も都知事辞めた後は、うん、作家に専念してて、うん、結構もうこれはそのあれですね、カーボンニュートラル革命っていう本ね、これ今日はちょっとこのことを聞きたいんですけど、ね、この話後でやりますけどね、うん、だからこれは去年の秋に出したんですけどね、うんうん、でまあそれで僕は都知事辞めた後に、妻が都知事のオリンピック招致の最中に脳腫瘍で突然なんですよね、もういきなり医者に行ったら余命2ヶ月って言われちゃって、うん、それで実際2ヶ月で亡くなっちゃって、うん、そういう中で処置活動して、うん、ちょっとくたびれ果てましたね、うん、まあそれともそれで亡くなって、それで、3回来すぎてちょっとね僕もショックだったから、奥さんやっぱり妻に似た面影のあるような奥さん探したいなと思ってそしたらね、うん、なんと誕生日と血液型が全く同じ蜷川幸さんと出会ったんですね。蜷川さんのお姪っ子さんなんですね、蜷川幸雄のね、演出家の、うん、で画家女優やってたんですけど画家になってて、いい絵描いてるんだ、運がいいというか、いやいや、彼さんもちゃんと分かってくれて、猪瀬さん百合子さんだってね、亡くなられた百合子さんって本当に大美しい方で、まあそういうことでね、再婚しまして、うん、それから作家に専念して、うん、本を結構たくさん書いてずっと書いてたんです、うん、それでそしたら蜷川幸雄を連れて、うん、石原慎太郎さんのところに挨拶に行かなきゃと思って、うん、田園調布の石原さんの家に行ったんですね。行きますよっつって行ったら、蜷川幸雄と一緒に行って、それで紹介して、そしたら石原さんが、蜷川幸雄は画家だから自分が若い時描いた絵をたくさん持ってきて、うん、どうだこれどうだって大勝利な人、割とそういうところがすごくお茶目というか子供っぽいとこあって、うん、それでその後真面目な顔して、猪瀬さん
日本頼む、うん、3回行ったんですよ、うん、それからお亡くなりになって、もうその時あれだな、石原さんは相当体悪かった、うん、まあ、だから日本頼むって3回僕に行って、うん、それでこの間亡くなられたんで、うん、まあ、ちょっと僕もなんかやるかと、やるかと、で日本維新の会、まあ、お願いしますって来てたからね、うん、それはまあちょっとこうやってたんだけど、うん、今回は決意しました、うん、それはね、岸田政権が何もしないから、うん、これじゃあね、で長期政権になりそうな感じでしょ、うん、岸田さんはね、うん、なんかいろいろ誤諾はいっぱい述べてるんですけどね、うんうん、全部あのなんかなんていうか抽象的で、具体的に何やる、例えば新しい資本主義って何やる、分かんないでしょ、何もない、あれ国民にはすごく何も分かってない、でもね、うん、でもね、うん、支持率上がってるんですよ。そうだから、そうウクライナ戦争があったから、ああそうか、ああいう時って上がるんですよ、なるほどね、うん、国内政権って大体ね、うん、だからつまりあの人にとってウクライナ政権が、まあ、強硬になっちゃったと、まあ、悲惨な出来事が起きてるんだけれども、それは自分の努力した結果じゃなくて支持率上がっちゃった、うん、これもきっかけでちょっとまずいなと、うん、で実は今この話になったんですけど、うん、あごめんなさい、カーボンニュートラル革命っていう本を去年の秋に出して、うん、でモデルチェンジ日本っていうのを作ったんですよ。なるほど。民間臨調、それであの松田幸太さんとか、うん、原英二さんとか富山和彦さんとか、うん、あの安宅和人さんとか割とちゃんと人たちが集まって10人ぐらい、うんうん、それで立ち上げたんで、ね、モデルチェンジ日本、うん、つまり改革をしようと、うん、あの政府が改革しないなら我々が改革の提案をしようと、うん、で政府の審議会いっぱいあるから、そういうのは御用審議会なんで、外から審議会を立ち上げて提案すると、うん、それはあれですか、あの根底にあるのは、カーボンニュートラル2050年という、そうそう、それがあるんですね、それがあるんですよね、ええ、それで官邸に行ったんですよ11月の下旬に、うん、で岸田さんにあのこの本も送ってあるんですけど、うん、まあ、カーボンニュートラルちゃんとやるんならやるで、うん、はっきりした方針出しなさいよっていう提案を提言したのね、うん、でだけどまあ一応所信表明にちょっとカーボンニュートラルちょっと入ったけど、入ってた、それ影響は多少あったけど、その後だから普通下がっていくから、下がっていけばこちらの提言がいいこと聞かざるを得なくなってるけど、上がっていっちゃったから、上がっていっちゃったから聞く力っていうのがなくなってきちゃったのね、うん、逆にね、うん、だからもうだから日本維新からちょうどやってくれって言ってきてるから、うん、じゃあ日本一でちょっとやるかと、まあ、そんな流れだったんですね。で、まあ、数は自民党が多いから自民党が政権は取るだろうけど、そうすると日本の維新の会は、まあ、その江戸さんの場合はそこで、自民党に、だからそうですね、だから基本的にはその政策提言をねきちんとやっていこうと思って、うん、なるほど、うん、でご存知のように参議院って、うん、昔我々子供の頃は参議院緑風会とかありましたよね。ありました。あれ作家の山本雄三とか、あ、ね、つまり本来の参議院っていうのはそういう要素を持ってるじゃない本来は、うん、ただ全国比例っていうのはそういう感じが出てくるわけですよね、まあ、地方区の場合はどうしても衆議院と同じように戦わなきゃいけないような世界で、党派性が出ざるを得ないけど、だからまあ緑風会じゃないけど全国比例だから あくまでもだから猪瀬さんは政策集団としての政策提言を、うん、時の政権にきちっとやってきた、うん、そうだよね、まあ、そうだ、もともと貴族院だからね本来はね、うん、戦前はね貴族院ね。で参議院っていうのはまあそういう文化的なそういう部分を持った、うんうんうん、その知識人の役割を果たす場所だわけですよね、うん、だからそういうのちょっとその機能をもう少し、まあそうは言っても党派性はあることはしょうがないけどね、ただね、だからまあ完全にこれで長期政権的になってくるでしょ、だからやっぱりここできちっと言っていかないと、まあだから他の野党はちょっと反対だけしてるだけでちょっと提言は弱いかなって感じがするんで、うん、まあここで日本維新も伸びてるでしょ、うん、でここでバーンとぶつかるようないい意味であの政策が実現性を持たせるような、ね、うん、まあ一番ですが、あの提言をしたいことと、そこはカーボンニュートラルに関わることだろうと思いますけど、うん、世界的にはカーボンニュートラルをね、ええ、2050年までにはやるぞということになってるわけ。この間その群馬県か埼玉県でこんなでかい氷降ったでしょ、ピンポン玉ぐらい。やっぱり異常気象なんだよねどっか ね、うん、そうね。それで北極の白熊どんどん今死んでいくしね、うん、氷もうあと何10年ぐらいで氷溶けちゃうって言ってるわけだから、だから
すごいことになってるのが、日本人は割とねピンときてないとかあるんだよね。いやいや、もうああいうの見るとね、やっぱり僕らはなんか気候変動が起きてるなと。でこれはねやっぱりそのこのねカーボンニュートラルに関連して、うん、何かが具体的に動かさないとこのままで日本はダメだねっていう。洪水もすごいしねこのところね、うん、やっぱりね思いますよ、うん、だからそこで実際に今ロシアが資源を凍結するでしょ、ガスとか石油とか。それで資源が足りなくなったからもう一回石炭だ石油だって騒いでるけど、実際にはヨーロッパはむしろカーボンニュートラル加速してるのね、うん、太陽光風力、そうだね、加速してるんですね。それは僕ね、2年前か3年前に中ニュートラル中あのヨーロッパ旅行したんですよ、ザルツブルとかチェコプラハとかね、もうね山の丘という丘はもうダッと風力風車が待ってる、風力がすごいんだよね、はい、すごいんだ。あとデンマークの沖合とかイギリスのあの北海はあそこのとこも風車がもう、うん、なんて言ったらいいんだろう、バーッとこう列になって、そう日本では見られないぐらいなんだろう光景は。もうね、イギリスなんかはもう2030年までに 30% 風力で補うのかな、うん、だからまあいやね、それはね風力のねご覧になって、うん、大きさが違うんだよ、もう東京タワーぐらいの今大きさが出てきた。あそうか、羽が200メートル、高さが300メートル、ね、そういう規模になってきて、うん、だからその産業としてもすごい設備投資が必要だし雇用も生まれるんですよね、うん、でそういう方向に来てて、日本は今秋田沖とか銚子沖に今作りがかけてるんだけど、うん、それ2030年までに1000万キロワットって言ってるんだけどね、遅いんですよ、うん、まあとまあ、で光太陽光発電と太陽光もね、うん、鳥越さん九州出身でしょ、今九州は太陽光と地熱がすごいんですよ。それで太陽光のコストがもうキロワットあたり1円とか2円になって下がってるの、うん、でだからそれをね中国地方にから本州に送ろうとしてても送電線が狭くて送らせないとか、地域分割の電力会社になってるから、うん、それをどんどん送れば安く回ってくるんですよ、ね、でそういう送電線の投資もきちんとやらなきゃいけないし、そういうことでもう9つの、まあ、沖縄にいると10個の電力会社が地域割になってるから、まあ、今それを自由化されて錯綜するようになり始めてるけれども、もっと送電線強化しないとダメなんですね、うん、そういうとこはね。そういうことはねある程度でこうやって僕らも分かってるし、うん、それは非常に自然に負荷かけないし、一定のちゃんとした経済性もあるし、うん、というのが分かってながら、うん、なぜ日本はね、石油とか石炭とかそういう昔のその、エネルギーに耐えることを日本はやめられないのか。あ、まさにそこだ、ね、うん、それは既得権益ですよ、既得権益、うん、だから、まあ、三菱重工とかいろいろありますよね、うん、それタービンをガス例えば石炭火力のタービンを輸出してるわけですね、うん、国内でもそれを使うわけですね。だから石炭火力をそのまだ今 COP26 この間あったけど、石炭火力は日本は、うん、まだいつまでやってんだと言われてるんだけど、そういうものをこれからやめていかなきゃいけないですね、うん、そうするとそれ困るから、それ抵抗勢力ってことになるんですね、うん、既得権益で、だから火力発電がまだ日本は比重が高いんですね。だよね。で火力発電はものすごい CO2 出すから、だから LNG の方がずっとその半分なんですね、うん、CO2 の量が。で LNG ももちろんある程度維持していくんだけど、まず石炭火力減らさなきゃいけないんで、その分を自然再生エネルギーとか、そのあるいは原発もね、必要な原発はあるんですよ。それ必要な原発はあるけど、はっきりしないで方針が、つまりここからここまでやる、うん、ここからここまでやらないっていう政府の方針がないので、原発これだけやりますって言ったまんま精査しないんですよ。だからその分だけ自然再生エネルギーが入り込む目標が減っちゃうわけですよね。だよね。で核燃料サイクルについてもきちんとした言い方をしないといけないんで、それもちゃんとやってないんで、僕はこの間そのモデルチェンジ日本の提言でね、うん、原発政策決定会議って作れと、総理大臣がその議長になって半年限定で、
要するに何個やるんだと、何個やらないんだと、はっきりしなさいよと、そして核燃料サイクルもはっきりしなさいよと、そういうことを決めないので曖昧なままずっと来てるわけよね。で実はいや、なんとなくあのやれるものはやるという、うん、ずるずるやってる、ずるずるやってる。だから彼らはね、原発賛成というとね、うん、あの票が離れると思ってて、一部反対っていうとまた票が離れると思ってるから決めないんだよ。だからいや曖昧なまま維新の会はどうなの。だからそれ一定の、だから維新の会の前に僕はあのモデルチェンジ日本で提言してるのが、だから決めるなら決めなさいよと。原発についてはまだはっきりしてないの。いやいや、僕ははっきりしてるけどね。つまりあの何期や、今 6% しかやってないんですよ、うん、動いてますよね。で政府が 20% から 22% って言ってるんですよ、うん、でこの落差ははっきりしないから、はっきりさせろと、うん、じゃあいくつやるのと、決めてやりなさいよと。それから20から22は無理ですから、無理だってことはっきり言いなさいと言わないで、やめればいいんだよね、うん、やめれば。だからな、まあ、ある一定の量が必要ですよと。今最高55ぐらい作ったわけでしょ。そう、だからあちこち止まってるんですよ。だから、うん、新しいやつはやるならやって、うん、もうやめるやつ廃炉にしてっていうふうに決めなさいよと、うん、新しく作るというのもあるんだよね。だから その辺もはっきりしないから、うんうん、政府が責任持って言わないので困ってるわけ。いや、それに原発はね、エネルギー政策において原発はもうあのいらないものなのか、まだいるものなのか、その辺はっきりしてほしいね。これからだから将来は消えてきますよね、うん、で、あの新しく、まあ、2030年代ぐらいから小型原発っていう、その要するに危なくないやつがの開発が進んでくるっていうことでアメリカも進んでますね、あのそれから小さいですよ、あの原発1個100万キロワットだけど、いやでも小型原発は10万キロとか、それぐらいですから。エネルギーは同じでしょ。あのだから要するに被害がなで、あ、まあ、危なくないやつってやつですね。それがただもう技術開発遅れてて、そういうの早くやればいいんだよ、やるんだら、うん、でところがやっぱり改革をしたする、そのだから既得権益の中でいるから、それを方針はっきり出さないから、うん、とにかくね、日本はずっと停滞しているのは既得権益にそのずっと依存しているから、新しいものをあのモデルチェンジしていかないとダメだよねっていう話、うん、それはやっぱり相当、まあ、政府があのやらないと、その本気になって、だからそのモデルチェンジということをちゃんとやらないと、まあ、その時にやっぱり、まあ、日本維新の会だと、うん、そこにぶつけていく力あるんじゃないかと。これから伸びていくんで、実際今伸びてますから、だから立憲はずっと落ちてますから、と日経はまあ割と反対勢力ってことで止まっちゃってるから、具体的にその政策を競合させてより良くしていくって提言をしていけば、あの勢力が伸びてくると自民党もそのうかうかしていられなくなって、改革を促していく力になっていくと思うんだよね。そういうふうにはだ、自民党だってあの河野太郎とか小泉進次郎とか改革派いるわけだよね。だから僕もあの道路公団三重会やったじゃん当時。だから小泉さんの時にね、あの時にだって抵抗勢力っていっぱいいたわけで、それを押し切っていくっていうことで改革進めたわけだから、同じですよね。自民党内でも今は抵抗勢力が圧倒的に多いから動かないけど、日本維新の会がもうグッとこう押していくと、それ変わっていく可能性があるんだね。まあそれとあとはそのエネルギーということになるとガソリンですよね、うん、そのガソリンを日本はいっぱい使ってるわけですね、この車で。そうです。これはどうするのか。僕ね、あのテスラ買ったんですよ、はあ、いいですよテスラね。あれで見たけど、うん、なんかすぐかっこいい、スポーツカーじゃないですか。そうなんです、かっこいいんですよ、うん、だから大事なのは日産がさ、うん、あのリーフって電気自動車作ったんだけど、かっこよくないんだよ、うん、それで日本人のマーケティング思想が間違ってるのは、日産リーフは中流層に、たくさんいる中流層に売ろうと考えたわけと、カローラみたいに作っちゃったわけね。全然かっこよくないわけよ、日産リーフっていうのは。でテスラは意識高い系に売ろうとしたわけ、ね、と意識高い系はかっこいいのはいいわけよね。そうするとそこから広がっていくんだよね、下に。だからそこももう発想はね、未来を売ってる車か、中流層に妥協した車かっていうので。乗ってるの今。乗ってるよ今、それで来たんだよ。あ、来たの、うん、ちょっとテスラのついて聞きたいんですけど、確かエンジンがないんだよね。ない、だからエンジン部分はボンネット開けたら何もないんだよね、うん、だからそこも全然違う、うん、
だからあそこの前なくたっていいんだよね、うん、そうそう本当はあれは形だけつけてる。そうで、あの駆動する動力はどこにあるわけ？あのね、ホイール、あの車輪のところにくっついてるわけ。ホイールにモーターが2つ、タイヤの、タイヤの中の中内側に。それは電気自動車、電気自動車だから。で、蓄電池が、電気モーターだよね。電気モーターで、うん、蓄電池が下に敷いてあるわけ。つまりで電気でモーターを回す、回す電気で。つまりだから、これはちょっと皆さんよく分かってほしいんだけど、車はあのエンジンで、内燃エンジンで、ガソリンを使って、エンジンを起こしてで駆動してる、うん、でこの今回の電気自動車はもうエンジンは全くない。だからモーターがある、ね、モーターは電気で回る。だから排ガスとかなんとか出ない、うん、そうです。違うですね。プラモデルだと思ったらいいよ。え、間違う。子供プラモデルで遊んだでしょ。あの乾電池乗っけてブーってやったらブルブルって言ったでしょ。あれか、あれが大きくなったと思います、うん、いやだからあのちゃんと言っときたいのはその、まあその車の場合は排気ガスが出るということで、まあ、問題になって、 CO2 の問題。だからまさにさ、アイドリングしないわけだから、車止めてても排気ガス出ないから、うん、車止めてると排気ガスがブーって出てるじゃん、アイドリングっつって、うんうん、だからそれがずっと問題になってきて、うん、そのカーボンニュートラルの問題でもその問題がかかってくる。それさ、あの石原さんの僕あの知事の時にディーゼル車規制やったわけ、排ガス規制あったあった。あれがね、ディーゼル車ってトラックね、すごいんだよね。僕がランニングしてるとさ、ディーゼルトラック止めて昼寝してるあの運転手さんがいるんだけど、そこの横通ったらブワーッと出てるわけ、アイドリングしてて、ね、だからディーゼルダメなんだよ、ね、だからそれで排ガス規制やったのよ、うん、あの時に。そしたら国はやらなかったの、うん、国は法律変え、あのつまり自動車産業を支えてるから、国あの、うん、あの自民党の、うん、支えてるので、それで国はやらない。それで石原さんがやったのは条例改正ね、条例で規制したわけ。ああ、そうすると全国の車、東京終点だから、そういう条例違反になるから全国的効果をもたらしたわけ。あ、でディーゼル規制ができた。できた、うん、だから良かったのね。ああ、空気良くなったから。あの空気でやってたらね、だから北京みたいになっちゃうとこだよねあ、それが中国もひどいなってたけど、今電気自動車すごいんだよ、普及してて。ああ、そうか。中国もだから考えて、あのもう前が見えないような、あの真っ暗、あれはスモッグはもうなくなった。あの時僕が都知事になった時に、うん、北京に視察団派遣して技術研修やったの、うん、で東京にまで呼んで、で排ガスの減らし方を全部技術指導した、東京都の環境局 で。じゃあもう北京スモッグないの？もういいもん、よくなってるの。俺もこの間行ったけどそれはなかったな、うん、だいぶよくなってる。うん、やっぱそこはだから東京都で技術を提供した。あのいろんな施設のね、公共施設全部その環境規制に合うように変えなさいっていうふうにして、まあ、あの日本はね、あの車のメーカーが一生懸命努力して排ガスはね、うん、こうかなり出さないようにしてきたけど、うんうん、まあ、あのエンジン、うん、あのガソリン車だから、うん、まあ、一定程度の CO2 出るということで、うんうん、これは最終的には電気自動車に切り替えなきゃいけないですよね。そう、まさにそれでね、今ガソリンの話、うん、日本は天然ガスもガス、あの、まあ、石油だよね、石油も石炭も17兆円買ってんですよ。17兆円、すごい金額でしょ。17兆円使ってそれを購入してるわけね、うん、そうすると使ってるわけ、ね、国内生産の風力とか太陽光とかにしていけば、その17兆円は国内で回るようになるわけよね。なるほど。まずそういうところも考える必要あるし、それから僕の車はあの考えることが大きいな、家からさ、あのカチャッとはめればいいわけ、あの、うんうん、充電、電気ね、夜中の電気安いから、うん、充電して、そうすると1ヶ月の電気代、車、僕があの前ガソリン車乗ってた時いくら、1ヶ月1万円かかったの、ガソリン代が。うん、で1ヶ月1回はガソリンスタンド行かないじゃない。で今はガソリンスタンド行かないでしょ。で夜間電力入れるでしょ。で2000円から3000円よ。あ、全然安いよね。安いね。これね、割とね、知らないでいる人多いんだよ。ただ、ね、ガソリンスタンド行かなくて済んで、あの3分の1ぐらいになるから、絶対にあの今 EV の方が得ですよ。あのね、僕はね、
あるマンションに住んでんだけど、マンションの地下の駐車場に一角に電気自動車用の置いてあるの、あるのちゃんと。じゃあ進んでるマンションだな。そこでいつも電気自動車はそこでね、うん、充電してる、うん、なるほど。だから他の車はみんなもうガソリン車だから、うんうん、全部駐車場に入ってるんだけ ど、 僕はいつも見てそこを前を通りながら、うんうん、これやっぱここで電気自動車あるんだなと思ってね、何台ぐらいあるのかなと思って、おそらく1台じゃないって、うん、それ作ったんだから、ね、やっぱり何台かあるから作ってるんです、うん、なるほどね、うん、だからね、まあ、そういうところで進んでることは進んであるとだから、それで鳥越さん気づいてさ、関心持ってるからやっぱり邪魔するんでね、あの知らないで通り過ぎちゃう人多いからな、うん、ね、でこれは要するにあの2050年末までかな、2030年ぐらいまでか、要するに電気自動車に変えざるを得ない、変えなきゃいけないんだよね、日本の。だからね、今ヨーロッパはもうかなり変わってきてて、トヨタはどうするの、だからトヨタが遅れちゃったんだよ。でこの間慌てて発表したけど、だからこれもね、結局トヨタの社長はまあいろいろ体に考えがあって、あの部品のね工場がいっぱいあるわけですよ、3万点、うん、そうそう。だからね、まあ日本の GDP があの550兆で、うん、55兆が自動車関連産業、その全部入れてで500万人から600万人の雇用があるわけだから、電気自動車だったら3分の1になっちゃうんで、部品が電気自動車にすると3分の1になっちゃうの、うん、エンジン周りいらないんだから、だからモーターと、あ、そのエンジン部分はいらないですか、いらない、その部品が多い。だからそうするとトヨタは自分のトヨタ王国の周辺の人たちが、それで食ってる人たち、うん、だからそれを彼は考えざるを得なくなるわけね、だけどそれをどうシフトするかを考えるわけだよね、あとね。だからさっき言ったように、あの東京タワーぐらいの大きい風力は今タワーができてるわけよね、うん、そっちベアリングだとかそういっぱい使ってるわけだから、そっちへシフトしていけばいいのよ、要はね、うんうん、あの風力といろんなところに、だから部品の会社がね、だからそういう新しくやっぱり動いていけばいいんで、それを固定してて雇用が保てなくなるからちょっと EV は少し遅れるからみたいなって言ってたら、うん、それはまあ一企業だけの話じゃなくてやっぱり国の、うん、そうなんです、ですよね、うん、だからそういうことをこう大きく見て、これはこっちこうこうやって、そうそうそう、だからそれはだからあの岸田首相がもっと大きい声で号令かけなきゃいけないんで、あの人そんなこと考えてるように思えないの、うん、あの人は大企業の総務部長みたいな感じで、うん、調整してるだけだから、うん、検討しますって言ってるから、検討検討するばっかりあの人は検討しって言って、検討総理大臣だから、うん、だからそこでまあちょっと維新の会で突き上げていくとか、いろんな形取ることと、まあ、僕は政策提言でできるだけ言っていくということだと思うけどね。ところでそのトヨタはね、今ハイブリッドで結構売ってきたわけじゃないですか、うん、でまあハイブリッドといってもやっぱり排気ガスは出すわけで、電気はもちろん使うけど、うん、あれも、あのエンジンも使うわけでどうするつもりですか、ね、トヨタはね、だからハイブリッドを発明したのは1997年なんですよ、うん、あもうだいぶハイブリッド、うん、でハイブリッドであの当時ハイブリッドはとても先進的なもん、先進的だからそれ一気に行ったわけ、うん、ところがそれを途中でやっぱり特許公開すべきだったんね、うん、つまり自分がいいことをしてるんだったら世界にあの自分とこのスタンダードをね、世界のスタンダードにしなきゃいけなかったわけ、うん、それをこう隠してたから、うん、公開したのは 5,6 年前ですよ、うん、でその間に EV がバーッとテスラをはじめ EV がどん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 電気自動車が普及し始めて、で結局ハイブリッドはもう片隅に今追いやられて、そのつまり遅れた技術として扱われるようになってきてて、うん、今その電気自動車のそのなんていうんですか、占有率って例えばヨーロッパアメリカはどうなんですか。もうかなり、テスラがもう、今アメリカで、10%20% のシェアを占めてる。あ、占めてる。でもうノルウェーはもう、まあ、小さい国ですけど、うん、ノルウェーは 40% とか言ってますし、ヨーロッパ全体でも 20% ぐらいも、うん、EV が入って、ドイツはね転向して EV に向かってるんですよ、うん、でそれもね一つあって、あの2015年にフォルクスワーゲンが、うん、あの
ディーゼルエンジンの排ガス規制をごまかしたでしょ、あの排ガス基準を。あのアメリカで検査するときに何かこうモーター回るのをちょっとごまかしたんですよ ね。それで2兆円の制裁金を受けたんですよ、うん、2兆円ですからね、うん、でフォルクスワーゲン2015年にそれでこのままだとまずいっていうことで、うん、そこからねあのテスラと同じように EV の開発に追いかけるんですよ、うん、そしたらフォルクスワーゲンというのは要するにドイツのトヨタみたいなもんでしょと、フォルクスワーゲンが動いたからBMW とかメルセデスとかあのみんな動き始めて、そっちへアウディとみんなね、うん、あの EV 切り替え始めて、今だからすごいですよ、あのだからそれなのに日本だけが何かね島国でね、うん、世界の動きが分かんなくて、うん、プリウスが一番だとか言ってて、うん、乗り遅れちゃったのね。でもこれは結局ね、まあ、日本のことだからどっかであの頭を変えれば取り返すことはできないわけじゃないよね。いやこれ日本の技術から言ったらこれスマホだけど プリウスってだから車の自動車はガラケーなんですよね、うん、でガラケーからスマホに変わるわけで世の中はでプリウスはガラケーにiモードつけただけなんだよね。あだから要するに中途半端な、うん、まあだからまあそれはともかくそうやって世の中動いてって、なんで日本だけじゃ遅れてたのか意識が、うん、それはまさに雇用構造なんですよね、うん、つまり外国人を雇用してないからあんまり、うん、向こう世界の会社はみんな外国人の比率があるわけですよ一定の、うん、で取締役とかそれがいるわけですよ、うん、とそういろんな情報入ってくる世界の、うん、日本は年功序列終身雇用でこう縦割りでずっと来てるから横の情報入ってこなくて意思決定に入ってこない、そういうのが、うん、だから遅れていくんですよ。鎖国みたいなタコツボみたいになってて構造が、うん、まあ徳川時代みたいになってるわけだなまあでもそうは言っても世界の体制が、まあ、そういうふうに電気自動車という方へも変わっていけば、まあ、日本も変わっていかざるを得ないから急がないと ね、うん、まあいつまでっていうことは言えないけど、まあ30年ぐらいまでにはあれでしょう。でも今あと8年今だけどもう今シェアの奪い合いですから、うん、ここで手早く1日でも早く手を打たないと、まあ、トヨタ慌てて発表しましたけどちょっと遅れちゃってるよね、うん、ちょっと気になったけど、うん、その日本はね物流はさトラックでやってるじゃないですか、うん、大きな大型のトラックで、うん、ああいう大型のトラックは電気でやれるの？やれる、やれる。動くの？動く、動くんだよ本当にそうか、モーターちゃんといくつかつければそう全然問題ない、うん、まだアメリカのものにやってる。あだからいやだから例えば物流会社 の、ね、大手へ佐川急便だったらほらだあるじゃないですか、ああいうところからどんどん今さ中国の電気自動車メーカーが佐川急便に売り込んでんだよね。日本何やってんだってのそれ安いから佐川急便買うんだよ。あ何やってんの日本のメーカーはって、うん、で佐川急便だっていろんな住宅街に入っていくわけだから、うん、ガソリンガバンディーゼル入ってるよりも排ガスを電気自動車の方が住民も気持ちいいからそういういいに決まってるわけだから、うん、そういうことで佐川急便は中国製の買おうとしていくつか買い始めたじゃない。あ本当だからそ日本のメーカー何やってんのってことなんだよね。日本のメーカーがちゃんと供給してやればいいわけだよね。そうなんだ佐川急便は OK だよね。そうなんだ、うんいやだアメリカでテスラっていうのはあるけどもそれ以外にも、うん、あのメーカーがあってそれでアマゾンがやっぱりその、うん、テスラじゃない次のメーカーに電気自動車の配送のあれを今注文してるよね。でアマゾンも資本出してるそのメーカーに、うん、だからまさに佐賀急便じゃないけどアマゾンの車がだから電気自動車にどんどん変わっていくからね。ちょっとそれでちょっと別のこと聞くけど、うん井上さんが乗ってるテスラ、うん、かっこいい赤のスポーツカー、うんうん、あれいくら？あれだ400万円台です。400か、じゃあ安いの？高くないな。ないんだ。だからベンツよりずっと安いのよ。安いな。僕のが380万、ジープが380万円。そんな変わんないよ。大したもんな。しかもね、環境省の補助金80万円付きだよ。え？80万円そこから補助金出んのよ。あ、出るの？80万円。おえ？環境省から、うん、そんな特典あんの？経済産業省の補助金が60万円で、うん、環境省の補助金が80万円で どっちか選べなのよ。ああどっちか選ぶので、経済産業省の補助金は
あの環境問題考えなくていくってただやればいいって。特に環境省の補助金はあの再生エネルギーを使ってるかどうかっていうあのチェックが入るわけ、うん、だから新電力と契約するわけ、あのいわゆる新電力ってあるでしょ、うん、あの東京電力じゃないとか、うん、と契約してすればいいんだけど手続きちょっとやらなきゃいけないから、うん、それと書類はいっぱい書かなきゃいけない、めんどくさかったんだけど、それでそれだけど半年ぐらい経ったらあの補助金降りたよ。うん、で、あ、じゃあ400万と言っても340万ぐらい。だからそうだから429万円で売ってたのよ。うん、そこに僕ちょっとあのホイールちょっと大きくしたりとかシート変えたり色赤にしたりとかやったから60万円ぐらいプラスになったから、うん、まあ500万近くなったんだけど、そこからまた80万円引くわけだから、うん、ね。それから東京都の補助金が25万円出てる。あ、東京都も出んの。で、だ僕が買った後に40万円になったらしいんだけど、うん、と合わせると120万になるわけ。おで500万近くかかったとしても380万ぐらいになっちゃうわけ。あ、じゃあ俺のジープと同じぐらいだ。で意識も高くなるでしょ。それでそれも今のあれだろうね。で維持費がさっき言ったようにさ、毎月ガソリン代1万円かかってたのが、うん、電気代3000円ぐらい積んでるから。ああそうか、それ全然違うね。安いよね。だでガソリンスタンド通り過ぎながらさ、値段上がってるの見ながら横目に見ながらあ俺関係ねえなそういうことだよね。そうだね、うん、産業革命が19世紀にあって、うん、でもうだこれがカーボンニュートラル革命がその産業革命の次の革命になるわけで、そうですね、そうすると産業構造変わっていくわけですから、うん、やっぱり化石燃料を使わない産業革命、当時石炭がどんどん黙々とあって煙がねすごかったわけじゃない。そういう時代が一回りして、で今度はその自然再生エネルギーを使えればこれはやっぱりコスト下がるわけですから、で実際 そんな悠長なこと言ってられなくて、本当にこれからあの山火事も増えるし洪水も増えるし大変なことになってくんで、あの、ね、あと海面上昇もありますからね。確かに見てるとアメリカなんかカリフォルニアの山火事なんてしょっちゅう最近起きてるよね。すごいよね。だからまあその辺日本ね、ちょっとね日本人はね地震があるから地震とごっちゃにしてるからね。地震はこれしょうがなくて直せないものだけど、うんうん、あの他の自然災害は解決できるんで、地震が解決できないから他のものも解決できないみたいな、そういう丁寧みたいな諦めみたいなちょっと持っちゃうところがあるけど、解決できるものと解決できないものがありますよっていうことをねちゃんと考えてもらった方がいいですね、うん、だからまあ車のその脱炭素というまあ、まあ、究極には電気自動車ということなんです。あとの日本の生活の炭素、二酸化炭素の問題は、うん、これはどうなんですか。あのいろいろ出してますよね、うんうん、いやだから今言ったようにその地熱とかね、うん、地熱は日本地熱資源が世界第3位なんですよね、うん、だけど地熱発電は世界10位です、うん、つまりなんで自分の足元にこんな温泉だらけでしょ、何千箇所温泉あるんだから。それがね温泉法という法律があって日本だけなんです。あそうするとねその地熱を穴掘ると温泉のお湯が減るって反対運動が起きるわけ、うん、でも関連性ないのね全然、うん、別のところで掘ってるわけだから。そういうことがあったりして温泉法なんてあるの日本だけ、うん、でこれも結構あの、まあ、自民党の評伝になったりしてるのでる、ね、そういうところをそれ誤解を解いていけばいいわけでね、うん、温泉のお湯減らないから、うん、おかしいんだけどこの前九州の指宿に行ったら指宿の海岸の方にあの指宿の温泉があるんだけど、うん、山の方に地熱発電があるのにそれ反対してたのに海岸の温泉が関係ないんだよ全然攻略で、うん、全然ベースなんだから、まあ、そういうふうなこととかね何でも反対しちゃうところがあって温泉のでもね逆に今分かってる温泉はむしろ地熱発電をやってそれで温泉の電気を供給してそれをまた地熱発電やってるところを見学コースにしてお客さん呼んだりしてるから分かってるところは分かってる。そういうことだね。まあ、地熱日本でできるのは地熱と風力ね、風力とそれから太陽光と太陽光、まあ、それですよね。とにかく地熱が遅れちゃって世界一だったのが今世界10位になっちゃって、うん、ぼやぼやしてて、いやこれはちゃんとやっていけばあの日本の社会経済を回していく力にはなります、ね、なります。ええ、なります。それと問題は送電線を解決、ね、なんとなくね風力とかね地力とかね、うん、まあそんな大したくないやとみんな思ってるんだよね。そうなの。あれそんなにそんな日本の経済を回すほどのことはできないだろうと思ってるけど。思ってる。
地産地消だからね、あんまり、北海道の稚内ってあるでしょ、稚内、うん、一番北の端、うん、そこに行ったら丘の上に風力がバーッと見えるわけ、風がピューピュー吹くわけ、うん、あそこで、あそこ一番風力、そこでさ発電したのもさ、うん、札幌に送れないんだよ、送れない、送電線が細くて、ああそうです、それでそしたら北海道電力が怠慢なんだけど、へばってるわけよね、自分その発電してるのは地元の会社だから、うん、でそれを買うっていうのが欲しくないとか言い始めると来ないわけよね、だそういうふうな独占電力会社みたいなのがやっぱりいろいろね、そういうのをもっと解決していかないといけないんで、送電線の問題を、だから今送電線は一応公道、公の道というふうな言い方になってきてるんで、うん、で広域管理が一応始まってます、だから少しずつ改革が進んでるんだけど、そこをもっとメリハリつけると良くなると思います、ね、じゃあ高速道路と同じように、そう高速道路と同じようにみんな使いますよ、そうで実はね、僕も電力調べてて思ったのは、送電線が高速道路なんだよね、うん、それで発電所はサービスエリアなんだよねいやつまりね、資産価値としてそうなの、うん、東京電力前僕改革しようと調べたら、うん、東京電力の資産 の4兆円が送電線で、電力会社発電所の資産は2兆円なのよ、倍か、うん、だから送電線とか高速道路で、うん、発電所はサービスエリア、うん、だからそうやってそうすると高速道路改革と一緒で至る所にサービスエリアをサービス作っていけばいいわけ、うん、そうしたらどんどんみんなそこに乗り入れるようになるから、そこでそこに出口を作ればいいわけだよね、で高速道路料金はじゃあ払えばいいわけだ、そう、うん、そういうことなの、それなのに、ね、わざと当選部したのよ、こっからここまでは一車線ね、原発用ですってさ、原発動いてないのに工事の原発道路があるわけだ、三角コーン立てて通れませんってやってたのよ、最近までよ、その問題この間解決したけど、ひどいんだよ、うん、何考えてんだっていうことだね、うん、だからまあ原発を、うん、まあそういうことでいっぱい作っちゃったからな、日本は、そう作っちゃった、だから、うん、だからその後処理だよね、うん、いかに作ったものを有効利用するかっていう観点で徹底的に考えれば、いらないものといるものの選別ができて、それからその技術を小型で原発に移行していくプロセスが必要になってきてっていう、そういう計画きちっと立てればいいんですよ、うん、原子力発電は結局まあ使用済み燃料とかいうものを捨てられずに、そう困ってるわけだけど ね、ああいう問題もあるわけだよね、そうなん、うん、中間処理だけだからね、どっか青森の、そう六ヶ所村とかね、六ヶ所村とか集めてるけど、うん、前に向いていくような何かを作っていかないとダメと思うね、だから一番はね、具体的な政策もいっぱいあるけれども、うん、希望の持てるようなやっぱりビジョンですよ、うん、日本がこれからどこへ向かっていくのかとか、国民国家として何かこう一つの何とか自分の役割みたいのを見つけないとダメだと思うね、うん、俺はこういうことやるんだとかね、そういう気持ちを作らないと、うん、多分ねここバラバラになっていっちゃうと、うん、ダメだと思う、なるほど、うん、ウクライナの人たちってよく戦ってますよね、ああいうところから何か感じるものがあった方がいいと思いますね、